2016年1月21日、韓国 SBS によると、18年に開かれる韓国平昌冬季五輪の記念となる席に集団が怒鳴り込んだ。19から20日の2日間、FIS の実地調査団が五輪会場となるガンウォンド・チョンソンアルペン競技場に入り、コースの最終チェックを行った。調査を終えた FIS の技術顧問は20日の記者会見で、雪の量も十分で雪質も素晴らしい。スロープの準備も全て整っていると評価し、来月6日に開かれる五輪最初のテストイベント、アルペンスキーワールドカップ大会のコースとして正式に承認した。これまで、準備の遅れなど数々の問題に頭を悩ませてきた韓国の関係者にとっては、テストイベントの開催決定は会場を喜びに包んだが、その雰囲気はすぐに打ち消された。競技場工事などを請け負った業者が工事代金の未払いを訴え、記者会見場に怒鳴り込んだのだ。代金の問題も解決できないで、何がテストイベントだ。何が世界のお祭りだ。大声で責め立てる男らに、五輪組織委員会はなすすべなく、近くのコンテナに場所を移して会見を続けた。この報道に、韓国のネットユーザーは、次のようなコメントを寄せている。今からお金の問題が片付けられないなんて、この先、大きな後遺症が予想される。一度だけの見せ物的な国際行事はもうやめよう。経済効果だって、国民ではなく大企業の一部にあるだけだ。どんなところだって働いたら普通ご飯をくれるよ。本当に国際的な恥だ。五輪なんて誘致するんじゃなかった。払うものを払って、もらうものをもらって、信用社会が成り立つ。何日かのスキー大会を開くだけの施設のために、あの鬱蒼としていたガンウォンドの森がなくなったんだね。下請けの下請けのそのまた下請けがあるから、実際に働いた人にはお金が渡らない。